足はね、いくらでも取れるんですよ。それをここに戻して、近づけるわぁ、うん、で、また元に元に戻っちゃって、話した後元に、あ、そうだね、はい、はい、はい、降ります。じゃあ、このタイミングだけやろう。はい、ありがとうございます。楽しかったですか？良かったです。緊張とかで見つめてたのこの背景に触れてすごい嬉しい。もう18歳ぐらい経験できると思ってなかったので。こっちで引くから大丈夫。同じ動きで。じゃあ同じ動きをやってみます。切るのは割と FF で、手前から引きでいい。こういってこう、こうやって消えて、制動して、で、こっちパッと現れて、落ちてくる。最初に辛くない？あ、大丈夫です。はい。から、今そうなってて、こっち、ちょっとキューッ。ちょっと胸張ってもらって、そうそうそう。ちょっとね、上を見るぐらい。そうそうそう。ちょっと苦しい。そうそう、立てると、立てると楽だからね。はい。そう。はい。こんな感じです。わぁ。うわ。こちらがそうですね。で、新さん、体勢は、手は水穂みたいな、こんな感じでいい？途中でたまに、そうだね。いや、違う、そう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 、それちょっとこれか、まあ、こう手を伸ばすだけでもいい。あ、こうシューッといってるから、あ、つかめない、つかめないで入れ替わってみたいな、うん、そう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 、そうだね。はい。OK。じゃあやってみます？まだ楽しそうだね。あります。はい。ありがとうございます。せーの。はい、じゃあ回してください。はい、回った。念願のついに飛びました、ね、こういう感じでやるんだ。こういう感じで逆方向、はい、ちょっと抜けそうなんで、はい、OK。 大丈夫です。ほんまに寝てこなってみようか。そのままちょっと待っとうか。引っ張られてます。足もちょっと動かしていいよ、自分で。あ、膝を曲げる感じだ。そう、こうやってちょっとだけ動く。はい。そう。なんか、こうってなる。降りてきた瞬間、こうってなる。地上。地上。なんか、ここふわふわしてるんだけど。じゃあ一度、寝かせて、空飛ぶように。ここがすごい浮いてるみたいな。まだ浮いてる感じがする。まだ飛んでる感じがする。もうちょっと手は高いから、そんなに寝そんなくて大丈夫。今大丈夫、まあ、痛くはない。はい、そんなに、ね、多分反らなくていいと思うんで。はい、じゃあ戻してください、一回。もう出てくる。じゃあ自然な感じだな。じゃあやりましょう。
ついに飛びましたね。どうでした、そんな感想は。本当に腹筋が痛くてめっちゃ怖かったよ。いや本当に怖かった。ちょっと怖がりさん、今回の作品で一番頑張りました。ここね、でも一番辛い体勢だった。一人だけ異例な体勢だった。あ、本当に、うん、なんかあれ、そう、みんなこうやって飛んでたから。そう、みんなこうやってね。いや、多分ここまでできた。多分これはやばい。多分一番最初にして一番難しい。はい。こういうグリーンバックのアクション撮影みたいなのはやったことないんで楽しみです。動くのは好きなんで。最初この状態で、うん、こっち見て足場にしてて、はい、スピードでできたら伸ばす。あと風に乗ってきた。ちょっと飛びます。難しいですね。難しかったです。ワイヤーの中でお芝居でも楽しいです。こうかばってこっちが助けたみたいになってる。最高記念数わかんないらしいです。え、最高記念数の意味がわかんない。最高記念数使ってます。だから手を触れずにドーンやってます。ちょうど与えてます。はい、はい、すごい。はい、カット、オッケー。はい、オッケー。近くにポンって見えるんですけど、すぐに水がフュッて来て、やべっちゅうことしたんで、そのちょっと、テンポテーションの追いかけをやってみて。もしかしたら、もしかしたら、これはやばい。ちょっとこう、肩で。どんな動きなの。来ました。まあ理想言えばここからピューだけど、ここまでやんなくてもいいから、どうせこれ入るから。来ましたが、こういう動きをした方がいい。それとあとデジタルでやる感じ。あ、じゃあ、うん、これでいいんですか。そう、飛んできたまっすぐっていうのは、うん、はいはいはい。じゃあカット2ね。はい、13、16ね。じゃあまず車が来て、ありがとう。ハンブ避けました。最初だけ。はい、フォールアップです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ。イエーイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。初めてのワイヤーでのシーンもすごく楽しませていただいて、キャストの皆さんにもスタッフの皆さんにも恵まれて、すごくこの作品が完成が楽しみだなと思いました。楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、はい、じゃあ撮影の方も終了。はい、ありがとうございました。これってあれでしょ、超能力的な。みずほちゃんも使えるでしょ。私もスマホの中でどんな演算されてるか知らないよ。この力面白い。